を手引きしたのはお前か。ああ父さんを測ったのも、ああ罪を自作者に押し付けたのも。そうだ、お前の父が俺たちにデリング暗殺を持ちかけ、それを利用した。うちらでの派閥争い、暴力、それしか頭にないつくづく浅い男だったよ。あの男は父さんを愚弄するな。その父親を殺したのはお前だろ。兄さんか。お前がうまく立ち回れば父親は死ななかった。お前が戻らなければグループを穏やかに解体できた。お前がついていながらミオリネは手を汚すことになった。テロに加担した逆賊が何よ。その俺を生んだのは誰だ。戦争シェアリングで全てを奪い他者を蹴落とす生き方を強いてきたのはお前たちだ。力がなければ理不尽な平和は崩せない。抗うことすらも。だから今度はお前たちスペーシアンから力を奪う。俺は俺の罪を肯定する。サリウス代表を船に乗せた。あと5分時間を稼いでくれれば議会連合との合流ポイントに向かえる。そうか。知っているさ、俺もお前も自分の罪は自分のものだ。それでもけじめをつけさせる。シャーレーク、真っ向勝負か。そういうところ昔から嫌いだった。グエル・ジェターク、お前には分からない。望まずとも与えられる。お前には。何も分かっていないんだな、グエル。奪うだけじゃ手に入らない。俺はお前を許さない。だが死ぬことも認めん。